もうお休みできる 感じです、私は。もうお休みしようかなとか思いながら、配信終わったらお休みしようかなって思ってます。はい、今日の劇場公演見てくださった皆さん、公演、まあ、劇場に来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。はい、あ、夜公演も終わったよってありがとう、教えてくれて。今日も目撃者公演、そう、なんか久しぶり、なんかめっちゃ5ヶ月とか空いてもなく、なんか地味に空いての公演だったので、そう、でもゆいはんさんと一緒ということで、なんかそう、昨日さ言ったじゃないですか、なんかゆいはんさんと2人で練習したみたいな、劇場公演の練習してきたみたいな。そう、その時もね、なんかそのなんだろうね、どっか上の空でやっちゃったというか、なんかあと何回なんだとか考えてたら、そう、ゆうはんさんとあと何回しか出れないんだとか考えてたら、そう、なんかどこか上の空でやっちゃってて、まあ、緊張しすぎてたのかもしれない。そう、やっちゃってて、そうで、まあ今日も迎えてやったんですけど、そう、若干ね、ちょっと間違っちゃったところはあったんです、正直。あ、間違ったみたいな、間違ったよってところはあったんですけど、そう、そう、けどなんかすごく楽しかったし、なんかね、公演できてすごく嬉しかったので、はい、いい思い出としてまた一つ思い出が増えた感じですね。ネモハムルーマはね、間違ってないかな。間違ったのはね、憧れのポップスター、オープニングの一曲の憧れのポップスターと、あとどこだっけ？うん、とか。とかです。で、一個個人的に好きだった場面があって、摩天楼の距離の、2番のね、やだがりな、ちょっと歌詞覚えですね、ララ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 ラ
ドランク一つ、ドランク一つ、うん、ダラララ波上げるっていうその部分があるんですけど、トランク一つ、ダラララララ、ま、なんだっけ歌詞、トランク一つ、歌わりじゃないからわからんねん。手をかざし見上げるってところ、あ、トランク一つ引きずりながら手をかざし見上げるのとところがあるんですけど、そこのね振り付けがね、あれが本当の振りなのかな、わかんないんだけど、なんかめっちゃユーハンさんがなんか回る場所があって、そうなんかこんな回ってたっけってところなんですよ。そうなんか私たちはそのなんかトランク一つ引きずりながらで、トランク一つ後ろ向いてて引きずりながらで、あの振り返って移動するんですよ。手をかざし見上げるに入るんですけど、なんかユーハンさんがめっちゃなんか回るのよ。トランク一つ引きずりながらで振り向くだけのはずなんだけど、あれが本当の振りなのかな。まあ私は振り返って移動するんですけど、インハンさんはその引きずりながらでなんか 2,3 周してから移動するんですよ。そう、その時にね顔が合うんですけど、そう
個人的にその場面がすごく好きで、そうの なんか あえてなのか、そう本当の振りなのか分かんないんですけど、なんかそういう場面があって、なんかそこの場面が結構個人的にツボです。そう、あれみたいな そんなマジだっけみたいな そう、まあ、映ってるかどうか分かんないんだけど、ねえ、あ、タワーありがとうございます。 KIS ミューディーさん、タワーありがとうございます。アーカイブ、そうですね、明日になったら見れるの、アーカイブって。そう、アーカイブあると思うのでご覧ください、ぜひ楽しみに。そうで、アクセルもちゃんと話せたよ、話せたっていうか、アクセルもちゃんとできたよ。そう、ちょっと一瞬怖かった時あったけど、意外となんかいけるって思ってもやりました。そう、ずっとずっとの歌い出しも本当に、そうコメントでね、なんか上手だったよとか、そう優しいコメントたくさんあったんですけど、そう、そうなんです、ずっとずっと歌えました。ありがとう、アクセルもかっこよかった、ありがとう。そう、なんか好きになってくれるのは嬉しいな。そう、ずっとずっと、そう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 、歌い出しドキドキしてたんですけど、どうにかいけましたよ。かゆい足が 嬉しいな。歌うまいなって感動したとか、なんかすごく嬉しい。今日ずんちゃんもね、なんかすごい歌よかったみたいな、歌上手ですねって、そう本当にミュウさんすごいですねみたいな感じで言ってくれるんだよね。めっちゃなんか急にすごくね褒めてくれて、すごく嬉しかった。なんか「ずんちゃんも上手だよ」みたいな、「ダンスもできるし何でもできるよ」っていう話をしました。すごく嬉しいし、でも褒め、なんだろうね、なんか褒められるの慣れてなくて、そう、きょどっちゃったんですけど、けどすごく嬉しかったね。褒め返そうと思います。だから褒められたら褒め返していこうと思います。そうだね、歌に関してはミュからの成果ですね、歌に関してはね。ね、そう、8全員で歌唱力上がっていこう。もう、おお、よかった、声がよく聞こえてって。あ、じゃあ、そう、明日お話し会あるので、そう楽しみにしてます 結構さ、前回やってからさ、2週間とか1週間、前回からそんな経ってないよね、日にち。あんま経ってないよね。なんか、ちょいと確認しますね。合ってますよ、合ってる？あ、6か。そう、6部。そう、6部が私は大島試験が使えるので、そう、7部からはね、大島試験なかった。使えなかったかな。そう、6部だけ大島試験使えるんで、そう気になる方はぜひ。あくちゃん ちゃん、ね、オンラインで、楽しみに。あ、初めましての人とかいる、楽しみ。そうね、 SNS 上で会ってても
そうね、オンライン話し会だったら初めてってこととかあるのか。そっかそっか。髪の毛多いねって、多いように見える。まあでもまあ多いんですけど。最近気になってきたけど教えなりそうって。嬉しいね、新しい方も。ずっと好きでいてくださる方もいてくれるし、新しく好きになってくださる方もいるって、一番幸せじゃん。 一番幸せじゃん。どんな会話が多いのかな。でも会話的にはなんかね、多いか。でも結構いろんな人といろんな話してるなーってイメージ。でもネモハムルーマーの言葉多いかもしれないな。そう、ネモハムルーマーのダンスの話とかが多いかな。あとは本当近況の話をします、よく。最近の話をします。最近どうっていう。あと本当になんか前回のお話し会は新しい方が多かったんですよ。すごく初めて撮りましたとか。そう、あとね、女性が本当に増えたなっていう感想。そうですね、だから本当に、っていうイメージ。まあ男性の方も女性の方も、そう、なんか新しい方が増えたなーみたいな。そう、ネモハムルーマーで気になってきましたとか、そう、増えたなーって思う。あと、まあこれまで通りのファンの方。 久しぶりみたいな、久しぶり元気だったみたいな感じのノリで行っちゃうファンの方だったり、そう、1ヶ月ぶりですとか、前回ぶりですとか、そう、そういう感じで、なんか、そうですね、顔見知りの ファンの方。そう、でも新規の方もね、時間が経てば顔見知りになるので、そう、だからね、どん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 知ってる顔が増えていくことが私はすごく楽しみなので。そう、そう、あ、お話か、話しやすくて嬉しいね、それは。あ、ノーエーマンからかなって方とかいる。ありがとうございます。あ、あと海外の方とかもやっぱオンラインだから参加しやすいようで、そう、あと出張中の方とかもオンラインお話し会は、そう、オンラインだから、なんかそういうね、握手会だったら難しいけどっていう方とかはたくさん来てくださいますね。そう、海外のファンの方とかやからすごく参加しやすいようです。はい、韓国語で頑張って話してみたり。韓国語で全部お話し会、全部ではないけど、なんか韓国語しか話せないよっていうファンの方は韓国語で頑張って会話したりとかしてます。そう、そうだね。一回なんかそれこそ中国のファンの方が動物園のパンダ、そう、を見せながら配信してくださったりとかね。そう、やっぱいろいろ、なんかいろいろあるなぁと思います。めっちゃ国際色豊かです。韓国語少し標準、ポケモンゲーム많이 했어요. 伝わりました？ でも笑ってるってことは伝わってますね。はい、そういうことです。
ああ、선생님이 됩니다. やばい、韓国語上手だねっていう割に、発音が赤ちゃんの発音って言われるんですけど、やばい。あぎ、あぎ、あぎえよ。ちゃんあぎ。いいよ。アギアギかん赤ちゃんだよね。アギ マジェオよかった、合ってた 合ってた。そう、アギアギキョプチャーな そう、赤ちゃんかわいいですかみたいな。ちょんぬんあゆごがったよ、あゆごがったよ チャランダー よくできました、カムサンダーン。アギゴアニゴって。アギゴ。アギマね。みんな優しいね。ね、でも。そう、赤ちゃんの発音みたいらしいです なんで私、韓国語話してる私が赤ちゃんなのはわかるの？なんで？なんでよ。あ、でも赤ちゃん語ではないですよって多分話してる感じが、あのちっちゃい子みたいなんだと思います 日本語だと多分、私の予想ね、私の予想はなんか「最近」とかも、なんか「チャイキン」みたいな「チャイキン」「ポケモンゲームをよくやってるんだ」みたいな感じなのかな、日本語で。話してる感じだと ゆっくりだから ゆっくりだし、なんかね、そうだから赤ちゃん、そう やっと、あとアギキョプチャーなーって言ったのも、なんか赤ちゃんかわいいみたいな 赤ちゃんかわいいみたいな感じで聞こえてるんじゃないかな。
チャレやって。おお、かみさんだ。こまっすんだ。왜게귀엽지레시네레시레시ちょっとでも話せてよかったよ。でも発音がいいって言ってもらえるのはすごく嬉しい。甘やかされてますね。完全にね。ね。営業？営業？営業ってあれじゃないの？ピョジョンが表情やろ？営業って笑顔？営業？うんね、韓国語配信やん。もう学校では大学あ高校で少し習ってて、大学でも大学で多分一番ちゃんと勉強したかな。でも大学での勉強で読み方とか読み書きとあと発音の仕方を一から勉強して、で今はもう韓国語の単位を取ってないので、そう今はもうファンでもファンの方の話してる感じとかなんか発音とかちょっとはやっぱ変わりました。感じ方とか私が話す時も多分、まあ、昔と全然違うと思うし、あ愛嬌か営業、なるほどね、営業愛嬌、なるほど、か俺ぐらい兄号って顔じゃなくて、なるほどね、営業。そう、ほんと基礎からなるとやっぱ違います、発音の仕方とかね。そうまあ難しいんだけどね、早く喋るじゃん、早く喋ったらやっぱついていかないんだけど、だけどまあ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 、なんか読めるようにはなりました、韓国語。私のそう第二外国語が韓国語でしたね。そう。でも私英語が全然外国語全然。リスニングがね、そう大変でした。リスニングが本当なかなか点数取れなくて本当大変でした。書く方が多分苦手。読むのはできる。リスニングと書くのが苦手かな。いや、みやさんの韓国語はもうレベチです。本当に。そう、This is a pen くらいしかわかんない。そう、I am this is とかで止まってます、私は。そう、あと was とか she, he, her とか、本当は中2レベルで英語は止まってたので、そう、いや大変ですね。そうそう、中2で挫折しました。そうですね、なんか活動もしてたから本当に、しかも中2が多分一番なんだろうね、なんか授業とかも途中でお休み、なんかね、途中で東京行ってとか、授業を途中で終わらせて東京行ってとかが多かった時期で、そうだから中2でもう挫折してましたね。英語は 1,2 週間遅れるとさ、もうわけわかんな
くて、え、わかんないみたいな。そう、本当になんか1、2週間、まあ、その後また1週間習ってまた1、2週間そう置いてかれるみたいな感じで、本当にもう諦めちゃってましたね。単語とか多くて、そう単語多いし、そう、いやもう置いてかれちゃって、そうなんだからよく大学入れたなって自分でも思うぐらいです、本当英語に関しては。そうなんだよね、英語が必須なんですよね。そう、そう中2から一気に速くなるよね。そう今からでもまあ遅くないので、どうにかどうにかこうにか。ねえ単語テスト分かる？単語テスト私もあったわ、あったやってた。20時29分なるって、私でもさめっちゃさ海外行くのとかすごく夢にしてたから、だから そう英語やらないとなーって、英語好きだし、そう海外の雰囲気が好き。英語は言うね。そう、あなたは言う。今日はね、韓国語で話してばっかでしたね。あとなんか英語で話してみようとか。でも私本当に今まで行った海外はグアム、韓国、タイ、あとどこ行った私 タイ行ったでしょ、あとあベトナム、フィリ、行ってるね結構 フィリピン、インドネシア そう行きましたね。そうだそうだ、イベントでね、私だって多分ベトナムで走ってるもん。ね、ベトナムで走ったと思う。フィリピン、インドネシア、そう、なんかタイのパタヤとか、あと都心のバンコクとかそう行ってて、そうでベトナムでは確か走ってますね、私はマラソンしました。そう何キロ？3キロ？3、4キロ？そう。そうパタヤビーチめっちゃ良かった。あ、虎と記念写真懐かしい。そう本当にパタヤでは本当に旅行、お仕事なんだけど旅行でしたね、本当旅行感覚でした。ベトナムで走ったのはハマと2人で走っ、あとひかりちゃんだっけ、そう CGM どうだっけ、そうそう48グループがあって、ベトナムにもそのメンバーと、そのメンバー2人、あ CGM だ、 CGM48 の、え CGM48 タイ、チェンマイか、チェンマイが CGM か、 SGO48 か ダメだね、ほんとね。そう、チェンマイだ、CGM は。SGO48。そう。
でね、走りました。知りました。インスタグラムもフォローしてて、あ、そうね、そう、フォローしてて、その子と、その子ともう一人の子と私とハマの4人で走りました。いいかな。すごい最近ね、ダンスの動画とかたくさんあげて、でひかりちゃん、SGO のひかりちゃん、私はひかりちゃんって言ってるんだけど、向こうだとなんて言うんだろう、ひかりちゃんって呼んでくださいって言ってくれました。海外のメンバーとも会いたいな、なんか。あ、タオ、虫がいる。ひかりちゃん日本人じゃないんですよ。日本人じゃないんだけど、すごく日本語も上手で、そう、なんかひかりちゃんって呼んでくださいって、そう、日本語がすごく上手でした。大丈夫、かわされた かわされました。何しようとしたっけ今。そう、タワー、ブラウンさん、ブラウン氏、タワーありがとうございます。あむさんだ、また切り取られるのやだ やだ、本当に。懐かしいね、なんか。本当だよね、この部屋虫出ない方なんだけどね、なんかたまに遭遇するよね。今韓国にいるチームメイトのメンバー、あ、リオナとかかな、リオナ、あと誰いる、チームメイトってリオナかな。全然連絡取れてないな、忙しそうだしね。カメムシは出ないよ、クモとか。まあね、虫さんは共存するべき相手だよね。そうだよ。タワマンね。あ、そう、韓国にいるチームメイトメンバー、リオナ。悟りの、悟りの、悟り開ける 悟り開けると思う。あ、そう、台湾には行ってないですね。タワマンすぐ住むと遅刻するよって、確かに大変そう、タワマン タワマン大変そう。そう、地震多くてね、この前の地震も大丈夫でした、皆さんね。私一回起きたもんな、朝方だったから一回起きましたもん。なんかパッて起きて揺れて、揺れたみたいな。でもなんか起きてすぐだったからあんま記憶なくて、なんか夢ぐらいに思っちゃってたよね。
今日の朝の話か。そう、本当になんか、一回起きた。え、本当本当、なんか一瞬だったから、えみたいな、え今揺れたって思ってすぐ寝たもんね。え、そう、震度 5強のやつです。そうで、なんかツイッターとか見たらやっぱりさ、なんかそう、ツイートされてて、たくさん。そうなんですよね。東京でもなんかやっぱなんだろう、一回起きちゃうぐらいなんかグワーンってきた。東京は地震多いように感じます。というか最近が多いように感じますね。そうなんだよね。でも一回ほんとなんかもっと行った時あった気がする。なんかね、多い、本当に多くて困っちゃう。そうなんだよ、地震が多いからなんかダメだね。ちゃんと一回一回危機感を持たないとね。ということで何歌おう。じゃあそれでは聞いてください。ペラペラペラを。え、めっちゃめっちゃ半目で止まってた、恥ずかしい。みゆからです。ペラペラペラを。歌えるかな。今日みんなはどんな夢を見るんだろう。ということでランキング発表いきたいと思います。13位からいきます。ナナ48さん、13位おめでとうございます。そして12位がジャリングさん、12位おめでとうございます。そして11位がピーシアさん、11位おめでとうございます。そして10位がカラテニピースさん、10位おめでとうございます。そして9位がナオさん、9位おめでとうございます。そして8位がユーユーさん、8位おめでとうございます。私カラテニピースさん言った、大丈夫かな、言ってるかな、不安になっちゃった急に。7位がテオネオさん、7位おめでとうございます。そして6位が山ちゃん、6位おめでとうございます。そして5位がココアンに、おいちゅっかえよ。そして4位がリムさん、サビちゅっかえよ。そして3位がヌーコッパ、寒いちゅっかえよ。そして1位がブラウン氏、イビちゅっかえよ。そして1位が KIS ミューディーさん、1位おめでとうございます。はい、ランキングの時間です。じゃあ14位から読んでいきます。4音にアスランヒデちゃん、ヒヨパンさん、カカワイナさん、ヘギョンに、マイさん、和田さん、ザゼロウさん、チェンジ DC、 星侍さん、最高のフィナーレをし、フィンド 4B さん、ウィンバディさん、ヒロさん、ヒデジロさん、ホイホイさん、コウさん、加藤 BB さん、ハスキーさん、クラウド QT さん、プレッシー、ヨークマさん、ゼックさん、ゴールド888さん、ポングポングさん、パランクスさん、駅トウモロコシさん、ミチヘルさん、ジョダンさん、AK さん、K ハッピー11さん、ケンシンさん、カニミソさん、パスカルさん、鉄道好きコナーさん、トッシージャケンさん、カックン、科学先生、クックさん、クラッシングさん、ホタルミューさん、クマモンさん、ミキトさん、メタルピーチさん、KYS さん、ケンさん、アヤカンちゃん、タカさん、イーグルイーグルさん、ラブリーさん、イケアライさん、セミさん、ビッグママさん、XD さん、
エントトゥさん、井上義弘さん、たっくん、みちひろさん、みお、ぷそよし、ぷぽろんさん、みゆのかなじ、しりーちゃん、ふっちゃん、サンタ花道さん、しぎやんさん、ナビさん、フロストさん、しまやんさん、ゆうとしさん、はちさん、えのきゆうさん、トッキンさん、さかつねがめさん、ゆうたろうさん、ねちゃん、たえさん、いつもし、ひてなまさん、たろちゃん、ゆうたさん、まりこさま、ひろくん、みゆ、パラギシ、うなとりみゆどんさん、とっとし、うちはさん、じさんりょうし、ハムリンズさん、シネラアニックスさん、星の鼓動は愛さん、はい、100位以内の皆さん読ませていただきました。皆さん本当にありがとうございます。ランキングに入ってない皆さんも本当にありがとうございます。ということで、ランキング発表終わったんでスクショタイムに行きたいと思います。いくよ。はい、チーズ。ありがとうございます。ということで、スクショタイムどうしよう。はい。スクショタイムどうしようかな。なんかあったポーズ。赤ちゃんポーズなんてないよ。毎日のスクショ保存してるよ。DMM ポーズはここじゃ無理だからね。どうしようかな。あ、そうそう、今日劇場でラスト、写真なんか抜かれたんですけど、 DMM ポーズをしてみました。気づいた方結構いてくれて嬉しかったです。はい、以上ありがとうございました。ということで、今日はこれにて終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。明日も配信します。お待ちしてます。じゃあ皆さん、またね。おやすみなさい。チャイジャイオラタリサードカオンガ、おやすみなさい。またねー。